オファーパネル分担にかかる請願が残念ながら不採択ということになりました。その請願内容の方はお手元の資料の2ページ目3ページ目に書いてあります。この中で環境局の、説明といいますか言い訳といいますか書いてあるんですけど、それについて杉山大志先生の方から反証がなされているところでございます。まず今までの経緯は、新築物件の屋根に太陽光パネル、充電設備の設置を義務付ける条例、東京都環境確保条例の改正案が2022年の12月13日に、こちら可決されてしまいましたが、異例の状況だったのが、自民党が反対に回りました。これは、政府でも一応法律的な決めているが、政府ではまだ義務化が進まない。また地元の建設事業者さんからも非常に不安視をされるような声が届いて、自民党、政府、与党が反対する中での全会一致ではない可決、当然私、上田玲子も反対をさせていただいたところでございますが、しかしながらいよいよ来年施行が迫ってまいりましたし、小池知事が廃止も迫っていく中、何としてでもですね、非常に慎重に考えていただきたいということで、今日は、エネルギー政策の第一人者である杉山大志先生、そして経済安全保障アナリストである平井浩二先生、またですね、メガソーラーで非常に景観や環境被害、こちらでですね、全国再エネ問題連絡会の共同代表をされている市民の立場で山口正幸さんにもおいでをいただいているところでございます。本当にですね、今都知事選の真っ只中ということですけれども、非常にぜひ記者の皆様の耳心地のいい新エネルギー、そして環境に優しいはずの太陽光パネルが実際そうではなく、環境だけではなく経済損失、こうしたことにも非常に脅威があるということを専門家の先生方から聞いていただきたいということで、今日は、記者会見を開催させていただいた次第でございます。それでは杉山大志先生からお願いいたします。私からですね、お話をしたいと思います。この写真ですね、これは新疆ウイグル自治区にある中国の太陽光パネルの工場です。太陽光パネルの工場があってですね、でそのそばに火力発電所が建っています。でその横にですね、今度は炭鉱があるんですね。だからこれ、何をやってるかっていうと、明らかにここの石炭でもって電気を作って太陽光パネルを作るということをやっているわけです。でこれ新疆ウイグル自治区にあるということは、その強制労働との関係というものは非常に疑われる。今世界のですね、太陽光パネルの9割方は中国製で、半分ぐらいは新疆ウイグル自治区と関係があるということです。でこの問題をどうするかというのは非常に重大な問題であるということが一つです。それから経済性の問題ですけども、これ詳しくは平井さんからまたお話があると思いますが、太陽光パネルって根本的には二重投資なわけですね。このポンチ絵で説明しますけども、ここに火力発電所があって、送電線があって、ここに家があってです。この家に太陽光パネルをつけても、この火力発電所をなくすことはできないわけです。夜も電気が必要ですし、雨の時も電気が必要なんです。だから根本的に二重投資になる。これが結局のところ太陽光パネルが高い理由です。で、ヨーロッパでですね、その太陽光パネルをたくさん入れている国っていうのは、あと風力発電もそうなんですけど、デンマークとドイツなんですが、この2つの国は実は電気代も一番高い。ですから、東京で太陽光パネルを入れれば入れるほど、日本の電気代はどんどん高くなっていく。東京都の電気代もどんどん高くなっていく。ということが実態。で、このことについての説明がきちんとなされていないという問題があります。で、もう一つの問題ですね。防災の問題ですけども、東京だと大地震ももちろんあります。それから水害が起きるとですね、1週間、2週間にわたって水が引かないということもあり得ると。で、こういう時に太陽光パネルとかですね、あるいはその周辺の機器、これは結構足元にも設置してあります。で、それが水没すると感電の危険があるということは、これはもう国が実際に確かめてるんです。これ国の資料です。で、ところがこれに対するですね、備えっていうもの、これの危険っていうことが全然周知されていない。で、この万が一ですね、この水没した時、どうするんですか？東京都に聞いたらですね、専門家を呼んで対応してもらってくださいって言うんですけども、そんなね、こんな大水害の時に専門家なんていつ来るかわからない。で、それから、周りに近寄らないでくださいとかですね、言うんですけど、
いや、こんなものがいっぱいあちこちに水没してて、で、太陽光パネルっていうのはですね、普通の電気と違うのは、普通の電気っていうのは、漏電したらその送電する側でですね、遮断すれば電気が止まる。それ自動的に止まるようになってるんですけど、太陽光パネルっていうのは、いくら壊れても水没しても光が当たる限り電気を出してしまうので、危険なわけです。で、まあ、こういうことでですね、関連で亡くなる方とかですね、あるいは避難が遅れる、復旧が遅れるということが懸念されるわけです。で、それで、まあ、請願を出してですね、私この同じ請願を2年前にも出して、まあ、基本は同じ請願を出し続けているわけです。で、これに対する答えがですね、これがひどいんです。で、私の質問はですね、全部で5つあって、で、1つ目の質問は、ジェノサイド、新疆ウイグル自治区のジェノサイドとの関与が判明したときに、それを義務付けた東京都はどう責任を取るのかって聞いたんですけれども、まあ一切答えになっていない。ガイドラインを作ってそれを遵守するようにしておりますとか言ってるんですけど、じゃあそのガイドラインに沿ってですね、一体その人権侵害、何か問題が起きた時に、東京都はどうするのか責任を負うとは言ってないわけです。それから、その次にですね、震災や水害などで、パネルが破損したり水没した時も、その二次災害の危険ですね、関連とか、あと避難が遅れると。それについてもどうするのかって聞いたんですけど、これも一切、東京都は責任を取るのかと聞いたんですけど、一切そのことについて回答していないし、もう日本語が通じないふりをしているとしか言いようがない。で、それからこれ、都がいろいろやって CO2 は何と減るんですか。で、それで予算を2000億円もかけてるんですけども、効果があるのか検討してくださいって。これもですね、全然回答になっていないことばかり言っているわけです。で、こういうわけでですね、まあ、とにかく都は、都民を欺いていますということは、この4つの回答からだけでも明らかであります。で、都としてはですね、いろいろその、制度の意義、効果、メリットなど、広報を行っていると言うんですけど、きちんと都民にものを説明していないと思います。以上です。経済安全保障アナリストの平井浩二です。今、杉山先生からお話しあった部分で、少し、お話をしますと、まず人権侵害、ウイグル人に対する人権侵害、強制労働ですね。これに対して中国で行われているこの強制労働に対して実態はどうなのかということで記者の皆さんね、これがシェフィールド大学というイギリスの大学で出ている報告書です。これを見てください。これに赤裸々に詳しく書いてあります。アメリカにはウイグル人権法、そしてウイグル強制労働防止法という法律があって、強制労働で作られたポリシリコンを使った太陽光パネルの輸入を実質的に禁止をしてます。で、東京都が無理やりですね、新築の家につけろというなら、条例で、ウイグルの強制労働に関与しているものは使ってはならないというものをセットでしないとバランスが取れません。問題はですね、非常に深刻なんです。これは人権侵害で作られたものが、サプライチェーンとして組み込まれて、アメリカは今いられませんけど、世界中に出てってるわけです。つまり、東京都は人権侵害サプライチェーンの一角を担うことになるということです。これは、ジャーナリストの皆さんで深刻に考えた方がいいです。そして2番目に、このガイドラインで、協会が、自分たちは強制労働で作られたポリシリコンを使ってないと言ってるそうですが、それはかなりこのレポートを見ていただくと、疑念が持たれることがわかります。例えばこのメンバーである鳥のソーラー、人工ソーラー、それから REC ソーラー、バーガーテクノロジー、これドイツです。これね、全部見てください。例えばこれ鳥のソーラー。この赤い部分っていうのは強制労働が疑われるという供給先からのサプライチェーンをこれ見事に図示してます。で、こういったものを、鳥のソーラー今こういうことでね、人権侵害の疑いがあるという、ウイグルでの強制労働という人権侵害を、で、作られたポリシリコンを使った太陽光パネル、これを使ってる疑いが濃厚だとこのレポートには書いてあるんです。で、ところが鳥のソーラージャパンというのは、太陽光のこの協会のメンバーの一人ですね。で、彼らが本当に 100% 立証できるのか、できませんよ。こういった問題をもうちょっとね、メディアの方も深掘りしてほしいと思います。そして、エネルギーの話についてはコストが上がるというのは確かにその通りで、公益財団法人地球環境
産業技術研究機構というところの総合資源エネルギー調査会に提出の2050年カーボンニュートラル分析の追加情報及び解説というところに、再エネ 100% の場合、1kWh あたりのコストは 53.5 円に跳ね上がると書いてあります。53.5 円ですよ。電気代いくらになるんですか？下がりはしません。それはなぜかというと、太陽光パネル 100% にした場合、雨が降った日皆さん電気なしで暮らしますか？風力発電 100% って風が吹かない日皆さんブラックアウトの状態で暮らしますか？できないでしょ、そんなこと。だからどうするかって言ったら、火力発電所とか、その他のバックアップのものを持っとかないと、我々のところに電気来ないんです。その維持コストがものすごいかかるから電気代上がるんです。だから何をしなきゃいけないかというと、再エネをゼロにしろとは言いませんが、再エネ、火力、原子力、水力、こういう地熱、こういったものを含めた最適なポートフォリオ、エネルギーミックスを考えることが重要なんです。関西電力のホームページを見てください。1平方メートルあたりの火力発電所と太陽光発電所の出力の比較が出てます。答えを言いましょう。1平方メートルあたりの太陽光発電所の出力が1とすると、1平方メートルあたりの火力発電所の出力は2600です。それだけエネルギー効率が悪いと関西電力はそのホームページで書いてあります。ですから、太陽光発電を全部にするというのは夢物語というか無双にしか過ぎません。で、それの最適バランスを考える上で強制的に設置をさせるというのは、これは明らかに間違えています。そしてその裏にあるのは再エネ賦課金の問題です。今話題になってますね。これは再エネ賦課金って何か、電気料金じゃないんです。我々は電気料金東京電力に払ってます、ね。その電気料金に上乗せされている私たち全ての電気利用者から太陽光発電業者などの再エネ発電業者に対する贈与だからです。贈与ですよ。この再エネ賦課金がどんどん右肩上がりになっていると。で、この問題はですね、ちょっとこういうグラフですね。これ何かっていうと、この青い線というのが電力会社の買取価格。20年間買い取るわけですよ。この場合40円で。で、家庭用の場合は10年間です。そして、市場価格っていうのが、この下の方の線ですね。で、これは、まあ、大体火力発電所の発電コスト、料金と思ってください。で、40円でずっと20年間買い取るけども、市場価格って書いてるものは、だいたい今10円くらいなんです。つまり10円で発電したものをですね、40円で買ってもらってる。4倍で買ってもらってる。じゃあそんなに儲かるから、再エネ議連の政治家に対して、パーティー券買ったり、政治資金を献金したりするわけでしょ？実際にそれが具体的に挙げられて、それでそれをやりすぎて逮捕されたのが千葉県の秋元さんですよ。じゃあ秋元さんだけなのかっていうと、私はそうじゃないと思う。こういうですね、電力事業者、右上にいる我々ですは、電気代に今言った再エネ賦課金という太陽光発電業者などへの贈与を上乗せ加算させられて電力会社に払います。そして電力会社は再エネ賦課金を原資にメガソーラーから高値で電気を買い取ります。そうするとメガソーラー会社は大儲けします。そして再エネ議連の政治団体とか議員さんに政治献金とか政治資金パーティーをやってるわけです。そしてこれが外国政府、外国から来たものであれば、外資系メガソーラー会社は法人税さえ払えば配当は送金できるわけです。そうするとメガソーラー会社は献金をすると、議員はそれを推進することによって、彼らウィンウィンの関係なんですよ。それは、日本の電力を安定的にオペレーションするためでもないし、二酸化炭素を減らすためでもない。何のためか。自分たちの金儲けのためですよ。だって献金がボコボコ入ってくんだから。それでやってるわけでしょ。これが再エネ賦課金の実態であります。で、具体的には、2023年度の再エネ賦課金が6720円でしたけど、
2024年には 16,752 円になるというふうに経済産業省がモデルケースで発表していて、1万円以上の負担が増えるというような状況を招いているわけです。で、それは今言ったように政治と金の問題じゃないかと私は思っています。じゃあ、この旗を振った小池さん関係あるんですか？ここ、赤旗です。これね、2021年8月6日で、電子版というように出てます。公明遠山前議員に100万円、小池都知事に200万円、巨額詐欺の企業側から政治資金収支報告書っていうタイトルで書いてある。どういうことですか？太陽光パネルを強制設置した旗を振った都知事は、過去に自民党衆議院議員だった時に、この詐欺行為で社長が起訴されたテクノシステムというところから200万円もらってるんです。なんでメディアの皆さんこれ赤旗だけ取り上げてるんですか？タブーなんですかこれ？ジャーナリストであれば事実を掘り起こして問題提起するのがあなた方の仕事だと私は思います。以上です。TBS テレビの佐藤です。よろしくお願いします。太陽光パネルの設置義務化についてちょっと二つお聞かせください。一つ目は、都議会では、義務化、設置の義務化に疑問視する声もありましたけれども、義務化の必要性について改めてお聞かせください。二つ目は、改めて都内の住宅に設置する意義というところ、知事の思いっていうのをちょっと聞かせていただきたいです。以前から意義については申し上げている通りでございます。実は国もすでに義務化を決めていることは、断熱窓、この強化ということでは同じタイミングになりますが、強化を義務付けているんですね。で、それに加えて東京都の状況を、特性などを考えまして、今回、都内での、戸建て、住宅など、事業者に対しての義務化ということで、今、条例を議論いただいている、条例案を議論いただいているところです。日照で、太陽光パネルを設置するのに適した場所に、現時点で、太陽光パネルが設置されているところが大体、4% しかないということで、逆に言えば、コップの水はですね、まだ 4% しか入ってなくて、あと 96% がある。そしてまた、防災の観点からも、今、防災及び、今電力が非常に厳しいという中においても、日中に、この発電した、太陽光パネルに、例えばそれに EV が、つきますと、それも、そのものが、電池に、蓄電になりますし、それをまた、V2H という機械、を取り付けますと、それが住宅でそのまま、使えるということで、毎発電所になるわけです、要は。ということで、全体としての、この太陽光発電ということが、ゼロエミッション東京、そしてまたカーボンハーフということで、そこに一歩、もう日本も近づいていくという、そういったことを、今回の条例を作る際の、念頭に置いたところでございます。あと、やはり、住宅というのは、これからも何十年と使い続けるものですから、2030年2050年とこのようにタイムラインを考えながらやっておりますけれども、これからできる家っていうのはその後何十年後かを決定づけるものでありますので、住宅に関してそういう形でハウスビルダーの皆さんに様々な支援をまた理解をいただきながら進めていくという、それが今回の大きなポイントでございます。義務化というのはこれまでもうつけておられるところもあるけれど、わずかなところですよね。今いろいろと出てきており、いろんな製品もこれからも期待できるところでありますけれども、義務化をすることによって、それがさらに、
前へ進む、加速するということになってくる。まあ、以前の、70年代のオイルショックの時も、非常に、銀座の、この火がですね、時間になったらもう消え、それから皆さんのテレビ放送もですね、時間によっても消されというような時期があったわけですけれども、一方でその時にハイブリッド自動車であるとか太陽光発電パネルが一気に進んだわけですね。まあこれから世界の中でますますそうやって環境をまた気候変動対策などそしてエネルギー対策などに必要なですね技術革新とその競い合いというのが世界でますます進んでまいります。以前進んでいた日本の技術がですね、残念ながらこの間少し戻されて、他の国に、譲ってしまうようなこともあったと私自身は悔しく思ってるんですが、だからこそ、この厳しい国難とも言える状況を逆にどうしたらプラスに変えていくのか、それが技術になって、それが世界へと届けられるような形にまで進んでいければというふうにも考えております。皆さん、今回の動画はいかがでしたか？太陽光パネル設置の義務化についての議題が出たのは2022年末です。義務化する条例を全国で東京が初めて制定しました。この議題について、日本が誇る世界的経営コンサルタントとして有名な大前健一氏がこのようなコメントを残していました。小池氏は東京都民のための施策を連発している印象だが、これらは本当に都民ファーストと言えるのか。選挙が近くなるとラップを吹く癖がある。知事だけに私は懐疑的だ。そしてこの動画を見た視聴者の反応を紹介します。個人の自由を奪う小池政策にはもううんざり。正直この太陽光パネル義務化には納得できない。過剰な介入は東京の暮らしにくさにつながるだけだと思う。確かに初期投資はかかるかもしれないけれど、長期的に見ればプラスなら良いんじゃないかな。自分のことは自分で決めたい。屋根に何つけるかまで行政に指図されたくない。これって財産権の侵害じゃないのか。よりによって中国製のパネルは嫌。設置コストかけたのにすぐ壊れたら修理してくれんの。太陽光発電にしたら懸念されるのが夜間の電力不足災害、停電時の対応、昼間の余った電気を貯めておく蓄電池が必要になってしまいます。太陽光パネル設置義務化の関連事業費がどれくらいかかるかというと、2023年度予算案だとなんと200億円以上も使うようです。そんなにお金を使って都民にどれくらいメリットがあるのでしょうか。私たちの税金が納得いかない形で使われるなんて不満しかありません。しかも中国製の太陽光パネルの多くは新疆ウイグル自治区で強制労働によって製造されているという問題もあります。太陽光パネルの義務化はそれを容認することになります。つまり東京全体が中国側についてしまうという見方をされてしまうわけです。この政策の成否は具体的な制度設計と実施方法に大きく依存します。必要なことは設置が困難な場合の免除規定と経済的負担軽減の補助金制度、これらのようなきめ細かやかな対応が行政に求められることでしょう。そしてパネルの品質基準や設置後のメンテナンス体制の整備、そして長期的視点での制度設計、課題がたくさん残されます。やめろコールが止まなかった街頭演説の中、当選した小池百合子氏、3期目の小池都政は一体どうなるんでしょうか。小池都政が嫌だと思う人は小池リコールとコメントしてください。そして石丸氏の再選を願う人はチャンネル登録いいねお願いします。